毎度工事屋です、次こちら、まあ、この部屋ジャンクというか、まあ、パーツ、フード、キャップ、フィルター、まあ、どれも110円になると思います、こちらのケースはまずまずの一眼レフが多めです。 MX は綺麗ですね。動いてます。この辺も動いてますね。こちらは、まあ、カメラはあれですけど、レンズが120ですね。120の 2.8 がついてますが、確かちょっとそうですね、カビがついてますが、まあ自分で掃除するなりしてもいい値段かと思います。あとこちらエキザクタの、まあ、珍しい日本製になるんですかね、 M42 になってます。スクリューマウントです。スクリューマウントのエキザクタスクリューですね。あとペトリ、これも珍しく動いてます。ちょっと弱いですかね、これ。ま、よいしょ。あと、キヤノン AE1。これ、綺麗でしたね、確かね。レンズが、ニュー FD の 28mm がついてます。綺麗な状態ですね。泣いてないです。あと、まあ、FTB とか。も一音付きであります。あとまあ、あとはオートワンテンがレンズが何本か付いたボディ2台のセットとかあります。あと今回 M1、OM1 が非常に揃いました。この辺は現状ですかね。M1 の現状。オーバーホールしてないです、うちの方では。このブラックは綺麗な OM1 これも綺麗ですね。この辺はオーバーホールしてあります。これは綺麗な M1 ですけどオーバーホールしてないですね、ここ修理オーバーホール済みはここに書いてあります。修理伝票もついてますのでね。これは初期型ですね。ここは四角いタイプ。これも綺麗でした。巻き上げレバーのこの指当てが大体ダメになってますね。で、ついてるのは大体オーバーホールしてあると思ってください。あと、オリンパス FTL。これも綺麗です。M42 ですね。OM1、M1 が出る前で、までの間、売られていたスクリューマウントのオリンパス。あと、この辺は距離計、レンジファインダー、レオタックス、トップコール付き。これはキヤノン18付き。まあ、大体綺麗です。まあ、値段安いのはレンズがダメとか何かあると思います。この辺のミノルタはやっぱ膜、ミノルタもそうなんですけど、シャッター膜が弱いですね。ニコン S 型もそうですけどね。これも膜がダメな状態だと思ってください。X700、これはちょっと使ってあります。レンズ、なんかズームがついて、まあ、ワインダー、モードラは、まあ、わかんないですね。ダメだと思ってください。この辺の SRT は綺麗でしたね。まあ、この辺にあるのは悪くはないですが、完璧なものはないかもしれません。
オーバーホール済みのはね、大丈夫です。まあ、全部大体綺麗ですね。あとはレンズ。まあ、ここはちょっと長めのレンズになります。これがエアロタクですね。シノゴ、まあ、エアロ、こう、飛行機で使ってたようなタイプになります。まあ、ここに差し込むわけですね。で、レンズが交換式で、まあ、ファインダー、ピントはないのでね、ファインダーで撮るような状態で、交換レンズがこれです。もう1本あります。ファインダーもついてます。あとはスピグラみたいなのがあります。っていうか、これはクラウンですかね。クラウングラフィック。これはロールバックもついてますのでね、そのまますぐ使えます。あとジナーの、これは新しめのジナーですね。がついてます。あと奥は、まあジャンクですね。四眼カメラ、まあ、照明用のポラとか、ムービー。このニコンズーム8、これは動いてました。電池入れて確認済みです。非常に綺麗でした。これは、フジカは確かダメでしたかね。ここは一眼レフ。とにかく M1 が勢揃いっていう感じになります。